県、犬飼い道代犬飼いの道代、天智天皇四年天平五年に1月11日は、奈良時代前期の助官、立花の道代とも言う。新先生四六、尊卑文脈によれば、父は、県、犬飼あずま人とされるが、あずま人の自責は不明で、母も不詳。出生年月日も不明であるが、出資時期から天智四年出生の可能性が考えられている。 県犬会氏は三宅を守護する、友の宮津子氏族の一つで、人身の乱では、県犬会王友が、大天王子に近似し、天武天皇13年に、救ぬ姓を賜った、中堅氏族。三千代の出資時期は不明であるが、天武八年には、死女の姓により、豪族女性の出資年齢が15歳前後に定められ、三千代も、 同年に妙部として宮中に仕えたと考えられている。配属先についても不明であるが、和道元年11月には即位直後の、元明天皇から立花の宿根姓を賜っており、また、養老5年5月には、元明大乗天皇の山井平優を記念して仏門に入っていることから、天智天皇の娘で草壁三子の妻となった、厚地王女に出資した可能性が考えられている。 はじめ、美脱天皇傾向心である、美濃王に化し、桂木ラ王をはじめ、西王、室女王を生む。天武天皇13年に第一子桂木王を出生しているが、慶美子は天武天皇12年に出生しており、元明天皇と三千代の主従関係から、三千代は慶美子の乳母を務めていたと考えられている。時期は不詳であるが、美濃王とは離別し、 藤原夫人の5妻となり、孔明氏、多比野を生んだ。夫人は、自刀天皇三年段階で、自家公子、判事の職にあった、焦燥官僚で、自刀天皇十年には、高市美子の死去に伴い夫人は、政権中枢に参画した。文武天皇元年八月には、夫人の娘都が即位直後の文武天皇夫人となり、藤原阿尊政が夫人とその子孫に限定され、 藤原氏イコール不人家が成立する。こうした文武天皇即位に伴う不人の栄達の背景には、厚地王女の信頼を受けた三千代の存在があったと考えられている。俗に本気によれば、慶運4年7月神母には、厚地王女は即位し、翌和同元年11月には、大上祭が行われた。厳命即位に伴い不人は、右大臣に任じられている。 俗日本記には三千代に関する記事が見られないが、カツラギの王の上層文によれば、キビのご縁において三千代は現明から、天武天皇の代から仕えていることを称されて、坂月に浮かぶ立花ともに、立花の宿根の姓を賜り、立花の死の実質上の祖となった。県、犬飼一族の中で、立花姓への改正は三千代のみであるが、三千代は、改正後も、県、 犬飼一族に属し続けている。また、藤原宮跡からは、大宝元年の年期を持つ、道代木管と、大宝三年の年期を持つ、木管軍に含まれる、三千代木管が出土しており、立花政への改正と同時に名も、道代から三千代に改名したと考えられている。なお、同年五月には、全部のミノ王が死去している。現名の即位後は、 宮人筆頭として不人と共に朝廷において影響力を強めたと考えられている。俗日本記によれば三千代は養老元年に13位に引き上げられており、これが生死における三千代の初見となっている。養老元年以前の三千代の職将、意は不明であるが、霊気元年時点で14位、生児の任にあったと考えられている。翌霊気2年には、 娘の安宿が皇太子首の妃となり、同時期には、県県養等の娘広戸寺も首の妃となっており、三千代の水居と考えられている。養老四年には、夫の不人が死去し、俗に本気によれば、翌養老五年には肖像くらいに除せられ、宮人としての最高位に除せられている。同じ年、元明天皇の既得に再死出家。 733年1月11日に皇居。死後の同年12月28日に11位。760年8月7日に、小ら位とオープ人の称号を贈られた。伝達花夫人連辞物、万葉集末期19には、神後4年に、光明氏に、巫女が誕生した際に三千代が読んだと、考えられている、県県使用名部の和歌が収められている。 また法流時代宝蔵院には三千代の年次仏と伝えられる伝達花夫人寿司と内部に収められる阿弥陀さん、尊像が伝来している。ありがとうございます。